こんにちは。ですね、あのスタジオジブリ、見習いの川上です。今日はあの司会だということで、あ、笑わないでください。あの先ほどあの司会だというふうに言われたんですけども、ですね、あの押井守さんとあの鈴木敏夫さんということで、僕はもう何も多分喋れないと思いますので、とりあえず導入だけやって、あとはあの2人にあの喋ってもらおうと思います。よろしくお願いします。はい。どうも。はい、すいません、今日はですね、あのいろいろとなんかネットでもあのかなり事前からあの盛り上がっていて、そうですね、なんかでもあんまりなんか盛り上がってないですね。盛り上がそうですね。もっとあの喜多子さんの名前とかガンガン出てるのかなと思ったんですけど、 NG でも入ってるんですかね。出てこないですよね。はい、盛り上がっていますが、今日はですね、あのニコニコ あの新サービスブロマガが、押井守さんがあの始められて今第1号が出てるんですけども、あのそれを記念して、この生放送となりました。ということで早く本題って何ですか。ですね、帰宅だけどね。出てますね。で、あのじゃあとりあえずですね、僕から押井さんにちょっと質問させていただいてよろしいでしょうか。はい、あの押井さんの作品なんですけども、はい、まあ、僕はちょっといろいろ見てみたんですが、なんていうか、その天使の卵から見たんですよ。あの天使の卵、ゴースト、そしてあのイノセンス、まあ、それとあのビューティフリードリーマーもあの先ほど見たんですけども、なんか基本的にみんなその現実となんかの虚構がなんかあのごっちゃになるっていう話ばっかりのような気がするんですけども、そこら辺はやっぱりすごい根源的なテーマがあるんです。その前にちょっとなんかラーメン屋の店長って書いてあるんだけど、はい、ちょっと不愉快だからちょっと撮るけど。僕はね、頭に汗かくんで、そのこのタオルかぶってないとダラダラ垂れてくるんですよ。やっぱちょっとライト熱いし、だからでも、ラーメン屋の店長とは思わなかった。撮ったら撮りますから。あのさ、だから現実だの虚構だのって言い出したのは多分この人なんだよね。鈴木さんが初め最初だったんですか。そういうつもりでやってたわけじゃないんだけど、多分、はい、あの雑誌的には、ね、それが一番分かりやすいから、あの語りやすいっていうか。じゃあアニメージの都合ってことですか。アニメージの都合かどうか分かんないけど、はい、まあ、とにかく僕の作品を語りたい人にとっては、その現実の虚構だなって言うと、そこでもう済んじゃうわけですよね。そこで済んじゃうから、はい、だから そこから先が問題なんだけど、そこから先は結構めちゃくちゃことになるから、例えば現実と虚構を扱ってるんだって言ったら、それで一つ分かりやすくなるわけですよね。はい、だからそれでとりあえずすぐに済ませちゃおうっていうさ、はい、っていう感じだと思うんですよ。別にだからそういう意識があるわけじゃない、ただ映画の作り方としてそうやった方が自分が言いたいことが言いやすいと だから現実だけっていう感じで日常の世界だけ扱ってると、めんどくさいめんどくさいとか、その範囲が狭くなっちゃうというか、はい、映画が語りづらくなるっていう、それでああいうふうなことを始めたんだけど、でもそれは別にテーマっていうんじゃなくて、言ってみればその自分にとっての語りやすさということでしかなくて、はい、こういう話なの。もうちょっとなんかこう、そういう話ばと置いといてっていうかさ、そうじゃなくて、おじさん何、ま、作品作るの。やってるよ、やってるよっていうか、うん、やる予定、うん、俺今日は引退記念かと思ってきたけど。引退しないの。やらないしないの。やらない、うん、やらないっていうか、その、ね、仕事はずっとしようと思って、だたまたまどうだろう、スカイクローラーから3年間ぐらいだと仕事決まんなかったから、いろんな事情で、まあ、いろんな事情っていうのは、うん、俺あれ見たよ、あの007じゃない、009。009 の, あの人形のやつ。あ、そうそうそう、あれ面白かったじゃん。でも評判悪かったから。なんで、あれ一番やりたいやつじゃん。やりたかった、うん、僕もあちらの方が良かったんですよね。そう、正直。それ言っていいわけ、それあれ言っていいんですかね、分かんないんですけど、いや、でもあちらの方が、あれはちょっとね、意表をつかれた、あっちの方が見たいと思ったんですよね、うん、いろんな事情があって、
ただ評判悪かったのすごく。あのパイロットでしょ。そうそうそう、だから評判悪かったの。あれはね全く期待してなかったの。期待してなかったんだけれど始まってすぐにね目が焼き付きましたよ。これで久々あ牛さんやってるじゃんと思って、あ僕はあれ見てサンダーバードだと思ったんですよね。あ人形劇だと思って、あなんかそういう感じの CG もあるんだなと思って。いやそういうつもりじゃなかったんですよ。あ、違うんですか。そういうつもりじゃなかったそういうわけではない、なかったんですか。ただあの 3D のキャラクターって日本人嫌いじゃないですか大体、はい、だ人形っぽいとか気持ち悪いとかさ、だからそういうオーダーだったから 3D のキャラクターでアニメーション作ってくれっていうさ、だからいろいろ試してたその途中経過っていうか、でその途中経過を見てやっぱ気持ち悪いんだって話になったわけ。いろんな人に見せたんだけど、多分見せたんだろうけど僕は知らないんだけどさ、作った後のことは。でもあれ自信作だったんでしょ。でもいやっていうか あそこから先が見えたっていうか やったんで、うん、もうちょっとこうなんて言うんだろう、色っぽくいけるかなっていうさ。でもなんか聞いたらね、はい、あのパイロットはすごい良かっただけどなんか働かないらしいんだよね。よくないよ。いや誰言ってんのその人鈴木さん、鈴木さん俺散々あの鈴木さんからおしりさんの話をあの本当に働かない人だっていうことをずっと聞かされていて、若い時働いたよね。すごく働いた。なんかテレビのねうるせえの頃なんてすごい働いてたんですよ、はい、俺でそっからしばらく経ってね、変わってきたんですよ俺で監督はね作家であるべきだとかいろんなこと言っちゃってね。言ってないよ。結局ね結局何だったのかって言ったら自分が働かないための方便いや映画作る時だってわざわざね演出を立てるんですよ。そうすると普通、はい、僕らのアニメーションだとね、まあ、コンテは書きますよね監督って。そしたらそれをもとに、まあ、レイアウトとかこれで原画が出てきたらそれをチェックするとかね、いろんなことやんなきゃいけないでしょ。それ全部人にやらせるんですよ全部。いやそんなことないよ全部。いやレイアウトだけを自分で全部見てるんです。スカイの時だってレイアウトまでは全部見てるあとはやらないだけ、あとは任せる。働きたくなくなったの。いやそんなことないよ。働きたくないけどそれそうじゃなくてだからそうなんていうんだろう、人に任せないと映画にならないのよ。わかる、うん、全部自分でやると一種の達成感はあるかもしれないけどさ、でも達成感もともと映画作るわけじゃないから、うん、でね人にやってもらうじゃない、はい、全部できてきたのをつながるでしょ。でそこでね何しろ便利なものができてコンピューターをあとでいじれるんですよ、加工できる。でそこでねある統一感作ってくる。で僕はねひどいことやってるなと思ってたんですよ。でもちょっと最近ねちょっとあることがきっかけでね、合理的な方法だなって最近ちょっとね僕ね あることがきっかけでね、自分がね当事者としてその立場に立たされてみたらね、あその手はあるかと思ったの。あ、なんか作り方、例えばね、はい、ある人に、まあ、美術やってもらうとするじゃないですか。そうすると、まあ、コンテがあってそれに基づいてやるんだけれど、そのなんていうんだろう、まあ、簡単に言うと、ね、何時なのかっていう問題とか光と影の問題だとかいろいろあるでしょ。そうそれを、まあ、いろんな人に書いてもらってある美術監督が全部統一できればいいんだけれど、それができない時じゃあどうしたらいいの、うん、そうするとねコンピューター使って全部やるっていうのがね僕あなるほどと思ったんですよそれできるできるん、いや何でも何でもできるわけじゃないんで、うん、でもある程度のことできる。いやそれ以前の話としてさ、だからその別にデジタルになる以前からそうしてんだから、だからあの入り口で一生懸命働いて入り口はねやるんですよ、コンテ書くとか、あと出口もやる。それで真ん中ね、うん、抜けてで最後に出てきてねこちょこちょ触るっていう、そういうやり方してたんですよ。はいはい、その通りです。だから宮崎駿に言わせたらね、そんなものは監督じゃないと、早くやめろって別にさ全部自分でさやらなきゃ気が済まないっていうのはさ、自分のさ満足感とか達成感だけ求めてるからそうなんだよね、うん、でもさ例えば2年間かけてアニメ作るっていうのはさ、やっぱ途中で飽きるわけ、ね、なんて言うんだろう、情熱を維持するっていうのはすごく難しいんだよ。で思わずさいじりたくなったりとか、あれテレビのでもうるせえの時はもう覚えてないだろうけれど、あれ丸3年間、うん、いや2年半ぐらい。でもその情熱があったわけでしょ、初めてだったから。
何やっても面白かったから、うん、だからさ飽きちゃったからさ飽きちゃったって別に、まあ、その時はねすごい痩せてたんですよ、はい、でこれ僕の前からの持論だけどね、おしさんって痩せてる時はいいもの作るんだよ。俺でね別に今も太ってる、俺でね太るとね、はい、ろくなもん作んないですでも鈴木さんはなんかね身体すごい重要って言われますよね。そう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 、おいしさんの影響で太ったよね。太った、痩せたんだよこれでも。いや腹が出てるから、その腹が多分前やった時はもっとその方殿様代わりみたいになってて、多分その中に今とかさエージェントクイーンがいるか、ね、それともさ死がいるかどっちかだって言ったんだよね。それからね少し態度変わった。そんなことはどうだっていいんですよ多分やっぱり命が欲しくなったんだ。やっぱり石井とは揉めたの、まあこちらに来るね大喧嘩したよ。大喧嘩したんだ。大喧嘩した。だけど石井が主張したのは働かないからでしょ。そうそれだけじゃないよ、それだけじゃない、いろいろあったのでもやっぱ結局さ、先日見るとそこじゃないの。いやちょっと違うと思うな。あ、それはあるかもしれない。要するにだからジブリが知らないからさ、ね、監督っていうのはさ誰よりも早く来て最後までさ仕事するもんだと思い込んでるから。でも亀山健二としてはよく働くんでしょ。あの人は働くんでしょ、うん、それを見ててどう思うの。ああ俺も昔こうだったなっていうあ昔の話として今も働いてるよって今ゼロゼロないんだって追い込みだもん。あ、ゼロゼロないの、ね、多分明後日からアメリカに行くんじゃない。あ、うん、音スカイウォーカーに、うん、レイトアウトまでやるとして、その後の演出の仕事って具体的にどんな仕事なんですか。いやだから芝居つけるとかね。芝居をだって、はい、まあ、や普通の映画でいう実写でいうとだと役者さんがお芝居するわけでしょ。その演出の人がね、いやそこはそうじゃなくてこうだとかいろいろ注文つけたり、はい、ところがだから普通ね映画の監督にとって芝居っていうのは大事な要素なんですよ普通はね、はい、でもそこをねみんな人にやってもらうんですよ、おしりさんってでしょ。なんでだってキャスティングしてるもん。キャスティングしてるの、うん、だからさ普通実写映画作る時にさ、実写映画作る時にさ役者さん選ぶじゃない、うん、この人だったらこういう芝居するだろうなっていうさ、うん、分かるわけじゃん。でも今回はそうじゃなくてこっちの芝居にしてねとかさ、うん、そういうことは言うわけ一応。でそれでアニメで言ったら作画監督がそうなんで、うん、でこの作画監督だったら絶対こっちの中でやるだろうなっていう。だからそっちじゃなくて今回はこっちでやってくれとかさ、うん、頭の段階で注文はもう終わってるわけで、彼だったらできるだろうって人間しか選ばないからって聞いてるとね、立派そうでしょ、はい、いや本当だって立派そうだけど現実はそうなってないんですよ。なってないところもなってないかも含めてだからさ、だから僕なんかね、例えば一個だけね、イノセンスっていうので久しぶりにおじさんに付き合ってみて、あれ鈴木さんとおしりさんって、仕事をしたのは結局どれとどれなんですか。2回だけ、2回だけ、イノセンスと、うん、天玉と天使の卵、うん、そうそうそう、イノセンスだけ。でもその時にね、こうやって流しとかで見てたの。そしたらあれバトーっていうのが出てくるでしょ、はい、で、まあ、あるキャラクターでしょ。そしたらそれがね、なんか最後の方でね、なんかそれ前の芝居と違う芝居するんだよね。ほんでと思ってびっくりしたわけこちらでもうそういうね、終わりの段階でしょ。俺でこれっておじさん見てんのっつって一番最後に上がったんだけどさ、そう一番最後の頃に上がったんだけどさ、だから芝居なんかどっちだっていいんだって言って言っときはね、むちゃくちゃ、はい、むちゃくちゃのこと言ってたの、はい、うん、でも本当は芝居大事でしょ、ま、でそこで人を選べば済むってもんじゃないもんね。あんまりさそこが重要だとは本当に思ってない、確かに、うん、それよりは画面構成だったりとか、なんて言ったろう、美術的な要素とかさデザインとかそっちの方が大事だと思ってるから。でキャラクターって結局だってアニメーターが30人とか50人とかでさ寄ってた方書くわけだから、でバトーならバトーでさ30人でバトーがいるわけじゃない、はい、でそれのさ 顔とかさアクションとかその動きの癖とかを統一することがそんなに大事なのかって話だよね。みんな大事だと思ってるんだよね。それより大事なことあるでしょっていう、それもだから直せれば直したらいいかもしれないけど、だからね大して重要じゃないって言った。それはだからね、なんていうのかな、コンテで、はい、まあ、それも、まあ、ある種レイアウトも含まれるんだけれど、それとセリフ、これで一気に走っちゃおうっておしりさんって考えるんですよ。だそれだけでできちゃう、だ芝居とあまり関係なしにできちゃ う, そ う, そ う, そう、これで要するに観客がね
芝居の方へ目がいかないようにセリフを喋らせる、はい、でそれが見てて、まあ、映画って当たり前だけれど、はい、絵を見てるわけでしょ。ところが難しいね、わけわかんないセリフを言うことによって一瞬その見てるのに見てない状態にお客さんを置く。あ、そうですね。あ、それが得意なんですよ。あ、それは思いました。でしょ。なんかあのセリフはすごい難しいこと言ってなんかこれ何言ってるんだと理解しようとすると一瞬画面見れなくなる。そう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 だよね。あ、で、いやでもそれあのケルベロス見て思ったんですけど、あのケルベロスって人間で実写動いてる実写なのに全く登場人物動いてないですよね。動かさなかった。びっくりしたんですけど、ええー、みたいな。動くなっつって。完全に静止画みたいな感じで。あのさ、やっぱりなんかその、はい、なんだろう、映画の見方って、まあ、トシさんがその典型なんだけど、キャラクターしか見てないんだよね。キャラクターの芝居とかセリフとか、そのドラマが映画だと思ってるわけ。僕はさ、それも映画の一部だけど、それが一番重要だとか思ってないわけ。はい。それは多分2番目か3番目ぐらいで、それ以前にさ、やっぱ優先すべきことが映画にとってあるから、あとも一番大事なのはお客さんがさ、なぜキャラクターとかドラマで芝居見たがるかって、それは一番やっぱ楽だからっていうかね、感情にした上で見る方が映画に入ってきやすいから。でも映画に入っちゃうってどういうことなんだろうってさ、映画に入ってる間は何も考えないっていうことだよね、要するにね。見終わった時の印象しか残んないってさ。でもそれ変わってきたよ。ん？変わってきた。何が変わってきたの？変わってきたの、お客さんのね、映画の見方が。誰が？あ、今の？そう、要するに、それ変わったんじゃなくて、役者の芝居では見なくなった。もう少しね、上から目線、全体の構成はどうなってるかとかね。いや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 でね、いや本当だってば。いや変わってきたんだってば。割とね、ちょっとしたことさ、大げさに言ってさ、人を煙に巻こうとするんだからさ、変わるわけないじゃん、そんなこと。いや変わってきた。だってアメリカ映画、洋画見てたってね、アメリカ映画見てたってね、もうなんて言ったらいいかな、ある強烈な、ね、キャラクターの設定によって、それによって全体を持たせようなんていう映画はね、もうないもん。ないよ、いわゆる娯楽映画では。見たことないよ。いや、なくなってる。あるよ。何？あるんだって。ないんだって。あるんだって。だからないからね、アベンジャーズみたいな映画できるんだよ。アベンジャーズじゃ当たるの、あれ。あれ当たるの。このまま行くと今年の日本で封切ったアメリカ映画でナンバーワンだよ。そうかな、そうかな、事実なのよ。いやだからね、僕はちょっとね、本当最近寂しいなと思ってるのはね、まあ、これちょっといろんなことがあるんだけれど、なんか藤井さんの時代が来てんだよね、本当に。というのはね、例えばこういうことがあるんですよ。僕は用語覚えてるんだけれど、うるせえやつらのテレビシリーズってね、2年半やったんですよ。で毎週毎週でしょ、その年間雑に言えば51週、それかける2.5でしょ。こんだけあってね、それは自分でもね、これはうまくいったってやつあるわけでしょ。で、とはいえ100何本ある。そしたらね、自分がいいと思ったやつとね、お客さんがいいってやつとの間にね、ギャップがあったんですよ、うん、当時、はい、君さりし、はい、あと鉄とかね、はい、もうそう、ちょっと情緒的でね、なおかつアニメーターがなんていうの、キャラクター描いて、それが芝居がいいとかね、そういう方へみんなお客さんが、ね、行くでしょ。それに対してね、頭切ってたんですよ。でしょ。そう、これでなんとかね、だってそれは自分でやってることじゃないわけだから、そうじゃないところで勝負して、そちらへお客さんの関心を持ってこれないかって考え続けた60年なんですよ。60年、何それ。60年だからもう、そういうことでしょ。そういうことだよね。ちょっと違うんだけど、まあ、大雑把に言うとそういうことなの。いや別にさ、だからさ、監督として何を作るかっていう時にさ、ね、役者とかキャラクターしか見てないっていうとさ、それなりの映画しか作れないわけ。泣かせたり笑わせたりっていうさ、でちょっといいケープにさせてあげたりとか、それは基本はそれでいいのかもしれないけど、それ以上のことを何かやろうと思うとさ、できなくなっちゃうわけ。だからそれでいいのかって、もっと言えばさ、うるせえの時はその典型だけど、確かにほら、君さりしのちというさ、そのクリスマスかなんかの話だよね。そうそうそう。でまあ、ちょっとだからその、まあ、若い子が好きそうな話、ね、最後2人で雪の中手つないでさ、ストップマーションで終わるみたいな、だから本当に大林の大きくみたいな映画で、それさ、実は簡単だったんですよ。やってみたらめちゃくちゃ簡単だったので、そもそもなぜあれやったかって言ったらさ、そのなんて言うんだろう、忙しくってスケジュールなくて、ね、枚数かけられなかったから、立ったから作っちゃうと思ってやった。だからカット伸ばしてさ、女性好きなカット作って、で綺麗な音楽いっぱい流してとかね、
とね、言っちゃうとだからさ、演出的に言うとね、だからその死んだうちの師匠が言ってたけどさ、泣かすことほど簡単なものはないんだってさ、ちょっといい気持ちにさせたりとか泣かせたりっていうのはさ、演出にとってそんな難しいことじゃないってさ、でそうじゃなくてお客さんに違うことを考えさせるっていうさ、その裏のテーマに見せるとかね、一瞬立ち止まらせるとか、そういうことはなんかすごく難しいんだって話なんで、その時だから思ったんだけどさ、だから映画監督っていうよりもさ、演出家としてはね、それが正しいっていうさ、お客さんに見てるお客さんを泣かせたり笑わせたりいい気持ちにさせたりっていうさ、それ基本的にそれでお金もらってるわけだから、でも監督ってどうなんだって、監督っていうのはさ、そういう意味で言えばその演出家であると同時に演出家じゃない部分もあるわけでね、で作家って言葉がいいかとか別としてさ、映画作ってるわけだから、その表現の部分っていうのがやっぱ監督の仕事なわけ、ドラマをいかに効果的に見せるかっていうのはさ、演出の部分だけどさ、で僕は今でもだからアニメやるときに演出家立てるっていうのはさ、そういう部分はあんたに任せたよっていうさ、映画全体をさ、どう構造的に作るのかとかさ、ね、どういうふうに、なんて言うんだろう、テーマを持たせるかとか、ね、そういうことに関して目配せできる人間はさ、監督しかいないんですよ。いや、それやるためには、だからあえて言うけど、現場にこう張り付いてると、距離感がなくなってくる、自分が作ってるものとの距離が持てなくなってくるってさ、で、やればやるほど、自分は一生懸命やってるんだって、達成感に溺れるんだよね、自分はこんなに一生懸命やってるんだっていうさ。でこれってさ、もっと言っちゃうと、こう日本人独特のさ、ね、それこそ農耕民族独特のね価値観なんだよこれ、ね、基本的にさ、日本ってさ、水稲農耕でさ、ね、米食って生きてきたから、狭い田んぼにさ、無制限に労働力を投入するっていうさ、要するに労働主役型の社会だから、そういう社会で誰が一番評価されるのかって言ったら、一番働いた人間なんで、ね、自分はこんなに一生懸命やってるんだってことを誰も否定できないから、成果じゃなくてね、達成感があって、で周りの人間もそれを認めて、で自分はこんだけ一生懸命やったんだけど失敗したってさ、でそれは認めてもらえるわけ、オリンピックと一緒で、こんなに一生懸命やったんだけど負けましたって言うと誰も認めてくれるわけで、ちゃんと計算して合理的に考えて戦ってみたんだけど結局いろんな理由があって負けましたって言うさ、まあサボってたんだろうって話になるのね、でこういう人間出てくるわけでね、少ない努力で大きな成果を得ようと、少ない努力で大きな成果を得ようとして、それが達成できないイライラでずっと生きてきたんですよ。僕ちょっと疑問があるのは、それがさ、ちょっと違うのはね、働かない時間をじゃあ遊んでるのかって話だよね。確かにさ、できるだけ働かないように生きてきたんだけど、で働かない時間はさ、じゃあ遊んでるのかって話。空手やってたじゃん。空手やってる。じゃあさ、どこ悪いんだ。空手やってどこ悪いんだって。おしりさんの作品って難解ってなんか言われるじゃないですか。でそれでその何回か僕見て思ったんですけども、先ほどそのなんか芝居とか細かい部分は関係ないとかってそこに興味がないって言ってましたけども、だから細かいことはあまり やってないわけじゃないです か細かいことがやってないからその何回に見えてしまっているのか、それとももともと何回なテーマを作ろうとしているのか。何回だと思ったことないから、基本的に何回だっていう話にすぐなるんだけどさ、何回ってさ、何が何回なのって言ってさ、よくわからないって話になるわけ。何が言ってるのかよくわからないから難解なのかさ、難しいこと言ってるから難解なのかどっちだってさ、で結局さ、違和感があるってことなんだよね。今まで見てきたものと違和感があるっていうさ、でそれだからどう言葉にしていいかわからないときに難解って言葉になるんだよね。で僕は別にその難解だと思ってないから、自分にとってはすごく分かりやすさしてるわけだから。イカ効果っていつ覚えたの？別にだってものは常識じゃない。だってイカ効果って言うんですか？イカ効果異なるっていう字に化けるっていう字に効果、効果があるっていう。昔さ、そのブレヒトっていうさ、ね、演劇の人間が始めたんだけど、お客さんにこう感情にさせないっていうさ、感情に しようとするとちょっとわっといろんなことやって、もう一回それを改めて舞台なんだとかね、あれこれは映画なんだよっていうことをさ、客観的にこう立ち戻らせるっていうさ、まあ、そういうだから演出のテクニックの話なんだけど、なぜそういうものが必要だったのかって話だよね、うん、それは確かに興味あるよ、もちろん好きだったし、うん、でも感情移入させないように作ってるって感情移入させることのメリットとデメリットがあるって話だよね、はい、でさ、ジブリでやってるような作品はさ、もう感情移入させること自体がテーマだから、はい、小さな男の子とか女の子に感情移入させて同じように喜怒哀楽を味わわせてであることを語りたい、そういうことだよね、そういうことでしょ。だから細かくさ芝居つけたからですさ、
でそのこと自体がアニメーションのテーマだと思ってるから、はい、確かにそういうアニメーションもあるし別にそれを否定してるわけじゃないの。で全部がそれである必要はないと思ってるだけ、うん、あでも多分そうじゃなくて例えば映画を違うところから作り上げるっていうそういうことに興味があったから、でドラマやったら多分僕より上手い人がいくらでもいるから、うん、僕はいつもだから演出やってもらってるさ西久保っていう演出がいるんだけど、そう細かく芝居つけたりとかね、要するにその演出という面に関して言えばだから僕よりはるかに上手いから、うん、細かいしやってるから。でも似た効果ってね、はい、多分ねなんて言うんだろう、この日本でまあ漫画にしろアニメーションにしろ実写にしろ結構大きい問題だったんじゃないかな。そっちの話行かなくていいんで。そっちの話行くとめんどくさいことになるだけなんで。そういうこと聞きたいわけじゃないんだよ。お客さんは多分もう分かんないじゃない。なんか関係なくて言ってんじゃん。見てるからいけないのよ。聞きたいって言ってます。聞きたい、はい、聞きたいのかな。あんま面白くないと思うんだけど。いや なんでかっていうとさっきの話とちょっと関係あるのよ。というのはね、加賀美さんって面白いのよ。で何が面白いか、今44歳、この年齢になるまでね、まあ雑に言うとね、ほとんど映画見てこなかったんですよ。でそんなに暇があるんなら本読んだら面白いって言って。それはそうかもね。そういう人だったの、うん、最近そう思ってるよ俺で。映画だとね、だってね、その時間縛られるわけでしょ。俺で文章だったらこんだけで終わるやつをね延々やらなきゃ、延々やってるわけでしょ。それはもったいないと。でしょ。あ、そうだ、そう、映画ってね、うん、あの早く見たいのに進まないじゃないですか、うん、2時間だったら2時間捉えますよね。もうそれもすごい嫌だった、うん、あ、それはねちょっと違うと思う。あのさ2時間の映画をさ、ね、はい、あのぼーっと見てればそれは2時間なんですよ。退屈だなと思ってみたらすごく苦痛でさ、トイレに行きたいとかさ、お腹空いたとか、そうすると3時間にも5時間にも感じるわけじゃない。でもさ、ある映画をね、例えば、まあ、90分ぐらいの映画でもさ、こう考えながら見てるとね、飽きないんですよ、その句。で、なんか時間経過って2時間という物理的な絶対時間のこと言ってるわけじゃないわけ、体験する時間っていうのは。だからさ、どんな退屈な映画だって、自分だったらこう撮るよなとかね、なんでこういう風になっちゃうんだろうとかさ、いろんなこと考えながら見てると、全然飽きないわけ。だからさ、実は自分の中では違う時間で見てるんですよ。で映画はそれができるから映画なんだっていうさ。読書ってのは逆に言えばページめくらなきゃ次いけないんじゃない。あのだから、ね、最近ちょっと分かってきたんですよ。最近その映画の見方っていうのが僕にはなんか本当ね、あのストーリーしか興味がなかったんですよね。これ面白いんですよ。もう筋書きしか、そう。それはドラマってやつでしょ。本当にストーリーだけ、筋書きだけなんですよ。筋書きしか見ないんですよ。だから一緒に映画見てるじゃない、みんなでね。で見てるとね、あのまあ、日本映画の場合特にそうなんだけれど、ろくにキャラクター説明しないうちにね、話が進行するじゃない。そうするとね、誰が誰だか区別ついてないんだよ。分かんなくなっちゃうんですよね。顔分かんない。それは分かんないでもない。だからさ、翻訳丸のさミステリーとか一緒なんで、登場人物とかね、誰だかね思い出せなくなる。最近年取って頭はね鈍くなってたかもしれないけど、あのフランスのミステリーとかさ、この間読んだんだけど、名前覚えられない、これ誰だっけってさ、それと同じかもしれない。だからさ、いつもそうなんだけど、トシちゃんもそうなんだけど、要するに、ね、なんていうんだ、ストーリーとキャラクターしか興味がない。ということでしょ。あとテーマしか興味ない。じゃあ表現ってことに全く興味ない男だからさ。それでね、決めつけんだよね。いや、そうじゃない、だって。いや、自分で言ってたじゃない。え、そうなんですか。いや、でも鈴木さん逆のことをずっと言ってますよ。なんか、そう表現の方が大事だっていうふうなことを聞いて。でも自分でやってないじゃない。自分でやってないじゃない。いやまあ、そうですね、だってジブリのアニメーションっていつも表現のレベルで言ったら全然同じだもん。変わってないじゃん。そうでしょ、30年間変わってないじゃん。その自分が関わるかどうか関係ないじゃんねえ。世の中に面白いやつ面白いそれを良しとしてきた方がいいでしょ。何が変わらないことを良しとしてきた。いや、そんなことないよ。あえて言えば変えようとしてないし、変わっちゃいけないと思ってるわけでしょ。そうかな。あれあのなんかどっちがどっちのタイプか分かんなくなったんですけども、おしりさんは表現の方が大事って言ってるんですか。でもおしりさんはその表現はあの演出人に任せるって言ってますよね。そしたらおしりさん、それ全然違う。それ違うんですか、うん、演出は任せる。表現をじゃ定義するとどうなの。いや、例えば絵作りとかさ、音楽をどう入れるかとかいう、うん、映画的な表現のこと言ってるわけ、うん、あれはどういうふうな構造を映画に持たせるかとか、そういうレベルで言ってるわけ。ストーリーとかさ、キャラクターっていうのはやっぱあくまで映画の一部じゃないっていうか、はっきり言って3つしかないんだよね。さ、ね、見ても言ってるんだけど、ストーリーとキャラクターと世界観しかないんだっていうさ、
映画ってこの3つで成立してるって、はい、この三角形のてっぺんに何を持ってくるかと映画の種類が変わるっていうさ、これは僕の理論なんだけど、はい、実際にはこの映画の三角形のてっぺんをどこに持ってくるかっていう、それを決めるのはね監督なんですよ。プロデューサーはこうしたかったとしてもさ、上がったらこうなってましたっていうさ、やっぱキャラクターが立っちゃったっ。だ一般的には大衆娯楽映画っていうのはストーリーとキャラクターに近い。普通はそうなってる、うん、普通はそうなってる、はい、だからさ、昔人だからさあのなんかアメリカ行った時にさ、ある監督がね、ある監督でキャメラのことだけど、キャメラしたんだけど、ハリウッドではキャラクターとストーリーと世界観の順番で作るんだってさ、でこの順番で作んないとハリウッドでは仕事できないってさ、成功しないんだってさ、キャラクター、ストーリー、うん、世界観、はい、でユニークなキャラクターがいて、で面白いストーリーがあって、最後に世界観を考えるってさ、うん、この順番を厳密に守らないと入るというのは仕事できないって、はい、失敗するんだってさ、あそうなんだと思ったわけ、うん、その3つしかないってことはね、彼も分かってて間違ってないわけで、僕はさそれ逆だと思うよって話したの。まず世界観があって、それからさキャラクターがあってね、それから最後にストーリー考えればいいんだよって、それより掃除順番で物を作れるのは映画だけだもんってさ。あでもそれは本当思ったんですよね、うん、だからそのイノセンスが見てすごいね、世界観と雰囲気好きなんですけど、ストーリーが分かんないんですよ。いやストーリー一番最後だからだってイノセンスだってあれだもん、脚本って確か2週間ぐらいで書いてあるんだもん、はい、だから、早いのよ、うん、早い、うん、早いだって、ある意味で言えば物語とかドラマっていうかストーリーって、はい、そんな大した種類ないんですよ。もう映画で、うん、出尽くしてる。え、はい、出尽くしてる、うん、で一冊にだから26種類しかないんだって話になってるけど、まあ、映画で言ったら大体もういくつかしかパターンないわけ。男と女の話かさ、男と男の話なのか、男2人と女1人の話なのか、女2人の話なのか、大雑把に言っちゃうと。ちょっと待って、井上先生は面白かったんですか。もうイノセンスね、いや僕ね、ゴーストインシェルすごく面白かったんですよね。でイノセンスはなんかねすごい絵が豪華じゃないですか。なんかすんごい金かかってるなとか、僕はスカイクロラの前なんですよね。あれスカイクロラよりもお金かかってるように見えるんですけど。かかってますよ。3倍ぐらいかかってます。すんごいお金かかってますよね。あれなんか昔の作品とは思えないぐらいに、今あんな作るのも大変ですよね、きっと。できないです。できないよね。まあ、不可能です。でそれでなんかすごい話いいなと思ったんですけど、要するにもうね生身の人間なんて言いやしない。いやだからね、僕ねそれで言うなら、僕イノセンスで一番腹が立ったのが、うん、ゴーストの扱いなんですよ、うん、でゴーストがいるかいないかっていうところで、ゴーストインシェルっていうのは、うん、ゴーストっていうのは一応いるっていうことになってるんだけど、いるそのゴーストの存在かどうかもよくわからないっていうぐらいの曖昧な存在だったんだけど、イノセンスではもうはっきりもう魂のようなものとしてゴーストがいるっていうふうに言ってますよね。だからその人間にとってその情報とかね、なんかそういうその現実っていうのは相対的なもので、何が現実かなんかっていうのは本人の主観だみたいな感じのことを言っていながら、そしたら魂だって本当にあるかどうかわからないっていう曖昧さが僕はね良かったと思うんですけども、イノセンスではそれはもう人間の中にあるっていうふうに最後なってたんですよね。僕あれがちょっとね、いやもう意義がどうだってよかったんです。どうだってよかったんです。どうだってよかったでも1の方でやってるからいいって言って、いやそうだね。で僕は、ね、はい、終わった後に言ったのだから、はい、やっぱりね2なんだから、はい、もう一回やり直さなきゃダメって言って、はい、そしたらめんどくさいって言ったんだもん。そうゴーストの扱いが僕はあれ存在なんだよね。存在ですよね。存在あれは、うん、あれで、ね、なんか誘拐された子供たちにゴーストがいてそれを移植とかなんな、うん、何なんだと。だからさ、ね、1本目と2本目でそもそもだから、違う映画なんだから。そう、全然関係ないんですよ、うん、あでも違う映画って言うんだったら1本目を見ないとそのモドコが出てくることって分かんないですよね。いや違う映画ってことの意味はストーリーが違うとか、うん、キャラクターが違うとか意味じゃなくて映画の種類が違う、はい、あの頃ね、要するにおしりさんね、太りすぎてもう腰が痛くて、で毎週のようにね中目黒行ってね揉んでたんですよ。でそれでないと持たない体になってた。だってそれが発想の起点なんだもん。で機械の体力変えなきゃね、僕は生きていけないって言ってね。だから当時は空手やってないんだもん。それテーマだよね。なあ。だってね、皆さん誰だってそうだけど、みんな歯医者行ってるわけでしょ。歯医者さん行って。
ほんでいろんなものくっつけなきゃだってもうね、物は食えない時代になってんだもん。でそういうことで言えば多かれ少なかれみんな機械のね恩恵に欲してるだろうと。でそれが増えてきたら当然本来の人間としての動物としての機能を失う。だから動く人たちもねもたもたしてるっていうのをやろうとしたんだよね。半分ぐらいですね。それにちょっとだからどういう意味があるのかって話なんだよね。ああでも発想は面白いと思ったんですよ僕。はいはい。うん、だからそれがね今度映画としてねそれが実現できてるかどうかだもん。でそれが実現できてないからつまんないと思ったんでしょ。違う。そういうことを言われてもちょっとなんかあのそういうふうに思って話を再構成するのがよくわかんないけど、思いつきはね結構いいんですよ。だけどね一個思いつくとねそれだけで一気に押しちゃって、非常に実はねよく考えると単純な映画なんですよね。そこを複雑化しないんだもんね。分かってんじゃん。だから本当そうだってば。そう言ったじゃん。だからそういうふうにだから体の愛が吸いたいんだって話じゃん。あれはだから前回身体論なんて要するに身体論がテーマだったから、はい、だから人間の話やったわけで、はい、人間にとって体って何なんだろうっていうさ、どっからどこまでが自分なんだって話は一本目でやったから、うん、それもやんなくていいっていうさ、それ以前にどっからどこまでが自分なんだっていう以前にさ、自分の体って何なんだっていうさ、もうちょっとあの言ってみればあの深いところでやろうと思ったわけで、確かに自分の体もすごく調子が悪くて背中は痛いし肩は痛いし腰は痛いしさ、で太っちゃったしなんか不健康だった、ね、でそれでやっぱりまだ降格終わった時に犬と暮らし始めて少し分かったんですよそれが、うん、犬が出てきました確かに。だからさ意味不明でしょ。意味わかんない方で単に好きなんですよ。意味すげえ。だって犬みたいな顔してるじゃない。犬だもん。だからそういいんだけどさ、だから犬はさ自分の体をどういうふうに意識してんだろうっていうさ、で人間もしかしたら人間だけは自分の体について考えてるのかなっていうそういう話だよ。だから要するに機械の体とから獣の体と、ね、それからなんだ人形だっていう3つ並べてみて自分はどれを選ぶんだっていう、ただそれだけの言い方もだからその設定をね、はい、他でずっと順番に説明してってるっていう映画でしょ。でもなんかでも逆に僕それは1で終わってるんじゃないかっていうふうに。1はそこのとこ通ってないんですよ。いや通ってないんですけど、なんか1の前提にすでに僕あるような話が、いやその前提に遡ってもう一回ドラマやってみようと思っただけ。脳はやんないの。え脳って何。脳みそどうでもいいんだもん。どうでもいいっていうかさ要するにみんなさ人間の実態はさなぜ脳だと思うんだろうってさ、なんでみんな脳が人間のさ体の中で一番上等で一番偉いのはみんな脳みそだと思ってるわけだよね。頭極端に言うと頭さえあれば自分は自分だと思ってるわけだ。でそれは大きな勘違いだってさ。もう今思いつきなんだけど、はい、唯能論、うん、読んだ。読んだよ。あれ映画化できないの。映画ってどうする。前さなんか NHK かなんかでヨロさんと対談したことあるんだけどさ、うん、その時にあの人がそういうこと言ってて、あそうなんだ、うん、やっぱ同じようなこと考えてるんだこの人がってさ、ああ自分はほとんどだから人形として生きてますっていうさ、ああ自分が自分と思ってさ、やっぱりここにもう一人の自分がいる瞬間っていうのは実は24時間の中でたかだか1時間か2時間に過ぎませんよってさ、うん、あとは要するに習慣だけで動いてるし、で物を考えてさ電車に乗って職場に行って働いて帰ってきてっていうさ、物を考えてたらそんなことできるわけないですよっていうさ、で体が動いてるだけだっていうさ、自分が置き去りになってるだけで自分を自分と意識してる時間なんてのはたかだか1日2時間か3時間の先のまでだって言ってた。でもそれはそうですよね。だから人間ってそもそもそういうもんですよって。だから脳っていうのはさ一番偉いっていうそういうイメージ、別にさ昔からそうだったわけじゃないんだからさ。でもあの発生から考えたら遺伝的な発生から考えたら明らかに脳ってあのなんか一番最後にできた寄生虫みたいなもんですよね。人間の体に取り付いた一番最後に進化したからね。そうですね、うん、乗っかってきたようなもんですね。人間ってのはだから脳に特化した生き物なんだってか、脳に特化した獣であるってだけで、脳だって胃とか肝臓とかさ筋肉とかと同じでさ、要するにデバイスの一つに過ぎないってさ、じゃあ人間の本質って何だってさ、人間の本質って何だってさ、脳とか神経系以外にさ、じゃあ何が人間を支配してるんだっていうさ、で僕に言わせればそれはね具体的なその肉体のことじゃないってさ、自分の体ってのはどういうふうにさ失化してるかっていうさ、うん、言ってみれば言葉なんだよね。人間は人間楽しむというのは要するに言葉なんだって、その言葉をこう文字から獲得した言葉なのか、自分の体と獲得した言葉なのかっていうさ、その違いがあるだけだって。あの書いてんだよね、唯能論の中で。そうだよ。なんで言葉が生まれたかとか。そうそう
同じことだもん。そうですよね、読み直してみたら面白かったよ、うん、だから僕は体ってさ肉体のことじゃないんだって何度も何度も言ったんだけどさ、ニュースにするときにもさ、肉体と身体っていうのは別物なんだってさ、うん、自分が意識された、要するに自分自身の存在をどう意識してるかっていう部分で体が初めて立ち上がってくるってさ、普段はだから体生きてないんですよ。電車乗ってる、ね、おっさんとかさ、おばさんとか若い子とかみんなそうだけど、自分の体は持ってないですよ。自分の体ないんだってことが最初の広角のテーマでもあったし、イノセンスのテーマでもあるんだけど、そしたらじゃあ他に体何があるんだろうって時にさ、考えたのがだから動物っていうのは一つのモデルになるんですよ。動物は自意識ないから、はい、自意識がなくても体は存在するっていうさ、逆に体として生きてるってさ、で人間はなぜそれができないんだろうっていうさ、だこういう話延々とやってていいわけ。なあ、いいよ、だって面白いですよ。面白いでしょ。面白いです。喋ると面白い。そういう話の方が僕はねえ、もっとくだらない話するのかと思うんですよ。くだらない話。いやだからでも多分だからジブリの話になるのかなって思ってたわけ、ジブリの話いっぱい言おうと思ってたんだけど、さっきの続きやってよそれ。何だから避けようとしない。脳の方なんで、いや関係ない関係ない関係ない。でも杉さん避けるの上手いですよね。なんで面白い話のがいいんだもん、だって川上さん興味あるでしょ、そういう話。ジブリの悪口希望って書いてあるじゃん。ジブリの悪口希望バカ誰もさ言わないからさ、ね、ジブリってさ、はい、なんか言っちゃいけないっていうさ、ですね、正規になってるじゃない。誰もさジブリの悪口言えないし、言ってもだから映画は映画って言ったっていろいろあるからよ。いいじゃん、だって。だそりゃそうと思って。いいんだけど別に。ユイノロン映画化しないよ。見たみたいな。したじゃんもう。イノセンスがそうだっつって。いやもっとちゃんと正面切って。タイトル、ユイノロンという映画を。ね、お金集めてくれる？普通にやるよ、うん。お金集めてやるじゃん。最近ね、もうそういうの飽きてきたんだ。やると言われれば別でもやるけど、ユイノロン面白いですよね。ユイノロン面白いですけど、ユイノロンのことをテーマにするした何かの映画っていうことです、ね、あのさ、やっぱり養老さんのさユイノロン確か面白いんだけど、こんな本じゃない、ね、でさ新書で出したバカの壁って本があるじゃん、あれはさめちゃくちゃ売れたわけだよね、でさなぜバカの壁は売れてユイノロンは売れないんだろうってさ、難しいからですよね、高いとか安いとかさ、難しいからとかさ、ね、新書あったらすぐ読めそうだからとかさ、結局さみんな知りたいわけだ、養老さんが何考えてるんだかさ、で難しそうだけど興味あるんだけど一生懸命考えて努力するの嫌だから、だから新書買って済むんだったらそれでいいやっていうさ、でもそれがそもそも違わないって話なんだよね、結論を知りたがるんじゃなくて、その結論と到達する過程を知らないとね、物を考えたことにならないし、で自分自身それ納得できるわけでも何でもないから、でもさ僕の本でもそうなんだけど、僕はいくら小説書いても誰も買わないけど、ね、新書だけは売れるってさ、あそうなの、そう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 、それで説得されたんだからさ、だからさ、ね、あのメルマガやりませんかってさ、みんな結論を知りたがりますよね。だからさ結局さ、その人間が何考えてるか、 今のさ例えばいろんな実質的な問題にどういうふうに思ってるのか、それは知りたいけども、その人の表現は別に興味ないんだっていうさ、まあ、興味ないのか、興味ないっていうのは面倒くさいんだ、面倒くさいんですよね、付き合うっていうのは。だからさある作家でも、その調査する書いてる人もそうなんだけど、昔だったらある作家に興味持つってことはさ、とりあえずその作品を全部読んでみようっていうさ、昔のものから最新作まで、で最新作も先生に追っかけて読もうっていう、最近そうじゃなくてこの人が何喋ってるのか聞きに行こうっていう。だから、ね、あのなんかね、ネットで大体そうなんですよね。ネットってあのタイトルだけで判断っていうのがあって、いろんな記事とかをもうニュースとかあのブログとかをタイトルだけ見るんですよね。で中身読まない、だからそれで文句を一つにはね、もちろんね今だからさ、その本にしても映画にしてもさ山ほどあるから全部付き合いきれないし、どれやんといいか分かんないってのあると思うけど、とりあえずその人本人が何喋ってるのか聞けば分かるかなっていうさ、で興味があったら逆に読んでみようかなっていう順番逆になってるんだっていう、そういう説もあるわけで、僕はねそうじゃない気がする。やっぱね、物を考えるっていうことの筋道をさ誰も教えないからだってさ、ちょっと自分で物を考えるとかさ、なんて言うんだろう、いろんな問題について考えてますとかさ、喋れますとかいうことはさ、いっぱい知識があれば喋れるけど、ね、でもさそれって知識じゃない、ね、
それって本当にさこうその人の考え方とかなんとかさ全然分かんないわけ。あ、それやっぱり受験勉強が悪いんだと思うんですよね。いや、その受験勉強ももちろん悪いんだけどそれ以前にさこういう人がさ、ね、一方的に物を押し付けようとするからさ、ね、だって一つの映画をさ2000万人とかさ3000万人が見る必要あるの本当にってさ。でもそうしないといけないと思ってるわけだ。それがプロデューサーのテーマだから。いや同じやんだって何人ずつ見たって。そうじゃないじゃん実際。それ使ったお金に対するねそれのあれ対費用効果だから関係ないもん。だったら確か安いが作ればいいじゃん。え？だったら確か安く作ればいいじゃん。いろんな事情があるんですよ。だからどんな事情なんですどんな事情なんでやっぱさ大衆動員したいと思ってるわけでしょ。そうじゃないよ。逆いつかそうじゃない。逆だよ。せざるを得ないんだもん。だ古い人間なんだよ。だからさ100万人よりも1000万人集めた方が、ね、何か大きなことしたっていうさ。こんだけのお金がかかったから逆算するとこんな国の人に見てもらわなきゃいけないって。2000万人いらないじゃん。2000万人も2500万人もいらないじゃない。いるのよ。なんでいるの。そうなってんだよ。嘘だよ嘘じゃない嘘だよ結構大変なんだからいやだからさまあでもねもうよくわからない質問一つ挟みます。はい、じゃあ質問が何かあるそうです。はい、たくさんの質問が来ておりますのでここで一つ質問を、挟ませていただきます。先ほどですねジブリのお話が出ましたけれども群馬県30代男性からの質問になります。おしいさん、好きなジブリ映画は何ですか。好きなジブリ映画のキャラクターは誰ですか。鈴木さん好きなおしいさんの映画の、作品とキャラクターは。で、川上さんには、ジブリ映画推し映画で一番好きな作品と一番好きなキャラクターは何ですかという質問が来ております。はい、推しさん。あ、ラピュタかな。ラピュタ、ラピュタ、うん、あれ一番好き。キャラクターはそうだな、ちょっと違うな。あ、分かった。ハウルだ、ハウル。ハウル、うん、あ、ハウル好きなんだ。ハウル大好き、うん、ハウル大好き。違う、自分で買ったのハウルだけだもん。あれスーパーマーケットで買ったんだけどさ、あれスーパーマーケットあとはだって買ったことないもん。でこの人くれないからさ絶対。そうないよ。くれたことないもん。違うね。最近送ってくれになったけど、はい、昔はそうなんですか。だってどこにいるか分かんないんだもん。よく言ってるよ。いつも会ってたじゃない。違うよ。ハールがなぜいいかっていうと、なんて言うんだろう、あれ結構評判悪かったじゃない。まあね。うんうん、で結構めちゃくちゃな映画なんだけどさ、あの交際は破綻しまくってるし、だからミヤさん初めていいこと言ったと思ったわけ。あのカチャカチャがいいんだよね。いや、カチャカチャって、あの円盤が回るじゃん、カチャカチャ4つ 色を分けてあってカチャカチャ回すと違う世界に行くんだよね。うち4分の1は真っ黒に塗ったわけ。これ真っ黒のところを、ま、あの回してドアが開くとね、これ戦争をやったんですよ。もうなんか豪華が燃えてる戦場 で主人公のハウルがさ、ね、怪物になってバサバサ飛び回ってるわけ。でそこから帰ってくるともうなんか血みどろでさヨロヨロになってるんだよね。であの火の要塞かなんかはさ、もういい加減にした方がいいよってさ、カルシファー、ね、うん、そのうち元に戻らなくなるよってさ、あのガチャガチャって何なんだろうってさ、ね、で、あ、分かったってさ、あれってさ男の内面の話なんだよね、うん、男ってさ、ね、4つぐらい世界持ってるんですよ、どんな親父でも、ね、だからその中には4分の1は家族にも見せられない、奥さんにも見せられない、自分の娘にも見せられないさ、そのダークサイドがあるんですよね。4分の1ぐらい多い人は半分ぐらいあったりするんだけどさ、でこれなんだなってさ、そこはね皆さん分かってんだ、さすがにっていうさ感心した、うん、でもそこに行かないとさ、そこに行くともしかしたら怪物になって死んでたかもしれないんだけど、で帰ってくるとフラ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 になってるしさ、でもそういうふうなものを持ってるのがさやっぱ男なんだって。男っていうか同じ人も同じかもしれないけど、男だったら多分誰でもそれ共感できるってさ、あ、こういうことやってるんだってさ。皆さんでも結構それテーマだよ。そうだからそれ今までやんなかったじゃない、作品の中ではさ。一応やってんだよ。あれだけ露骨にやったら初めて。まあね、そう、あれは露骨だったの、うん、だから紅の豚の時もさ、あれはさ、そうそうそう、これ確かに名言だと思ったけどさ、あの豚って最後どこ帰るんだろうってさ、決まってんじゃないですかっつって、奥さんとこ帰るんですよっつって。それはそうでしょ。奥さんが言ったんです。そう言ったんじゃないの。言ったんだけど、ちょっと宮さんのこと怒らしちゃったの。あの豚って要するに宮さんのことでしょ。ね、あのさ豚のさ、こうね、お前をパッと取るとさ、宮さんの顔になってるわけだよ。絶対そうだよ。だってさ、ちょっとね、全部あるしさ。まあその時のことを言うとね、ついこちらも。あの気を許しちゃってね、最後帰ってくるでしょ、自分のアジトへ。
そこからね、通過してね、奥へトントントンって行くとね、そこに本宅があってね。で家の中入ろうとすると、いきなり怒られてね、そう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 ね、ゴミを捨ててこいって言われる。ここで終わらせたらどうすかねって言ったらね、笑ってなかったんだよね。たぶん、ちょっと怒ったと思う。いやでもね。あの人はまださ、あの時はカッコつけてたから。ね、だからさ、カッコつけてトランチコート着てさ、だから顔豚なんだよね。なぜ豚なんだろうってさ、羞恥心があるから。ね、記者に振り回るためにはさ、自分の素顔じゃ恥ずかしいんで、うん、だから豚の面つけてる。だって あの豚だけじゃない、あと全部人間じゃない、あの世界どうなってんのって、ね、で呪いがかけられたとか言ってるけど、呪いかけられたんじゃない、あれ自意識なこと言ってんだよ。でもさ、トシちゃんさすがに分かってると思ったのはさ、やっぱそういう自分どっかさ後ろからさ持ってんだよね。でハウルの時はさ、それ全部金繰りしてたから、本当に 100% 自分さらけ出したって初めてパンツを下ろしたんですよ、本当に。いやでもね、もう本当にジブリって思ったんですけどね、その作品のいろんなあの裏の話とかね、知らなくていい話も多いなと思いましたよ ね、 なんかね。もう聞きたくないもん、こんな話。いやでもさ、そうじゃなくて、いやさ、話戻るけど、さ、多分作品的にはハードが一番好きで、キャラクターね、キャラクターで言ったら何だろう、あのやっぱロボットかな、ロボット、うん、ラピュタのロボット、あれいいと思うよ、あの二面性、うん、あれまあもちろん元ネタあんだけどさ、だからそれにしてもよくできてるよ。そうなんだ、そのくらいじゃないかな、以上。はい、まあ、そっちは、ええじゃないよ。何がお好みなの。女立ち食いし列伝よ。ああ、分かった、もう分かった。何恥ずかしがってんの。そうじゃなくて、自分がナレーションやってるからでしょ。鈴木さんが出たやつがあるとか いや、ナレーションだけやったんだけれど、これ、はい、ナレーションやったからってことじゃなくて、はい、おしさんがね、珍しく情緒的に作ったんですよ。だすごい印象に残っちゃって、女立ち食いの話ですよね。女立ち食いし列伝という名のもとにね、まあ、いろんな人たちがオムニバスで映画作ったんだけれど、はい、その最初のやつをおしさんがやっててね、はい、そしたらね、この間、ね、ずっと、ね、七面倒くさいこと言ってきたのがね、全部吹っ飛んでね、なんか非常に情緒的に作ってるんですよ。感情移入ができる作品、それがね、結構うまいの、はい。うん、あれ、もう少しお金使えばよかったね。ないんだもん、もともとあれ、いや、まあちょっとね、自分のこと含めて言うけれど、あれ、男たちちゃんとやったらいいよね。もともとさ、お金がなかったから、鈴木敏夫にナレーション頼んだ。ナレーション良かった。よくないです。よくしたんだよ。本当に良かった。ナレーションは。うん、どうぞ。もう自分で感動したもん。もういいから。どうぞ。はい。あ、僕も言うんでしたっけ。僕は、あ、でも僕もね、あのジブリ作品で一番好きなのはハウルなんですよ。あの多分ね、見てるとかちょっと違うなと思ったんですけど、僕はなんかね、ハウルのなんかその感情にする分が好きだ。すごいなと思ったんですよね。その感情移入のなんかそのソフィーの気持ちもすごくよく分かったし、そのソフィーの気持ちとそのなんかになんか感情にしてなんかあの宮崎監督が自分自身を投影させてるなっていうのをすごい感じたんですけども、その立場があの感情移入させ方がめちゃくちゃじゃないですか。あのストーリーとか関係なしに、あ、こういうのもあるよね、こういうのもあるよねっていうようなシーンがいろいろ出てくるんですけど、ストーリー的には全然つながってないんだけれども、あのその感情移入のさせ方がすごい見事で、僕の中でもね、なんかね、表現っていうことで言うとね、すごくなんか円熟してると思った、はい、シーンの作り方とか情景の作り方とかね、その話の持っていく方とかまあね、そうか、やっぱりさすがに円熟してるなっていうさ、だけどその繋がってないですよ、はい、確かに。いや、なかなかなんですよ。だから逆に僕ね、すごいように見えたんですよ。これが全然繋がってないのに、でも一応繋がってるようになってることが、もうすごいバランスだなと思って。そもそもさ、あれソフィーの映画になってないじゃない。どっちでもよかったの。え？どっちでもよかったの。ソフィーの映画だってどっちなんて。うんじゃないよ。だからそれはさ、ソフィーの映画なんだっていうさ、そもそも彼女がさ、ね、おばあちゃんになっちゃって、ね。で17歳だっけ16歳だっけ、うん、おばあちゃんになっちゃってっていうさ、それがあった話のシーンに関係ないじゃない全然。あ、そうなんですよ、途中で終わっちゃうんですよね。でそれじゃなくて実はやっぱりあの宮さんがやりたかったのはさ、いろんな世界に出入りする人間の話なんで、人間ってのはさ一人一人じゃないんだっていう。星を買った日って、星を買った日見てない、美術館でやってるやつ、うん、じゃあ今度見せますよね、うん、
いや、あのサイドストーリー珍しくやったの、皆さんが、うん、でハウルの少年時代、うん、で一言言うと、ね、そこへ若き日の美しかった荒地の魔女登場。ああ、それは多分面白いと思うよ。そして、うん、ね、まあ、簡単に言うと、うん、ハウルのね童貞を奪った彼女が、うん、いい話になった、うん、皆さん本質的には、まあ、短編絶対うまいから、うまい、うん、短編は確かにうまい、長編はね、そのデザイメになっちゃうから。だってどうやって作ったっていいじゃん、めちゃくちゃあるんだもん、だってだって本当そうや、思いついた順番にやってるだけだもん。いや、でもさ、でも短編は確かにうまい。いつかさ、ジブリ美術館でやってるさ、ネコバスのやつ、うん、ね、トトロ2、うんうん、あれはね、確かにすごく良かった。あれ見た、あの、なんだっけ、あの卵姫見てない、これ凄まじいよ、うん、ぜひ。全然見てないじゃん。だって、美術館行くだけ見てないでしょ。美術館行ったことないんだもん。はい、うん、ちょっとトイレ、トイレ行っていいですね。はい、ああ、行けない。じゃあ、2人で頑張ってください、しばらくね。はい。いやー、もう本当面白いですね。いない間に、いろいろなことしちゃうか。はい、あの、じゃあジブリの話とかをぜひ。まあ今でもやっぱいない間に言うのはちょっとフェアじゃないかもしれないね。いや、もう、で、あの、おしさんのいない、あの、いない時のおしさんの話いっぱい聞いてますよ。ああ、多分そうでしょう。会うの久しぶりなんだけど、はい、やっぱね、なんか、なんだろう、変わったよね、あの人。あの、僕この島の中で何が変わったかっていうとね、はい、あの、命が惜しくなったんだよね。そうなんですか、うん、昔はね、全然あんな感じじゃなかった。あの、僕がもう知りたいなと思ったのは、鈴木さんっていろいろ悪く言う人も多いじゃないですか。で、多分悪く言われるようなことも多分やってきたんだと思うんですよね、うん、で、うん、そうですね、うん、あの、僕、ラピュタかナウチカのブルーレイディスクに昔のね、あの、その当時の、あの、鈴木さんの映像が残ってて、あの、すごい悪人顔なんですよ、うん、あの、それびっくりして、あの、こう、あの、こんな人とよく宮崎駿は信用して仕事をしたなっていうぐらい の、 あの、人相じゃないですか。あ、でも今の鈴木さんって全然そんなことないですよね。あの、なんか高校屋っぽくなってきたでしょ。はい、でも、あれだ、でも高校屋のふりしてるだけなんだけどさ、でも本当に変わった部分があるとすればね、なんかいい人に見えるようになったってんじゃなくて、さっき言ったその命が惜しくなったってことの中身なんだよね、うんうん、焦ってるんですよ、多分焦ってる、うん、もうすぐね、人生が終わるのがだんだん迫ってきて、多分僕も60過ぎたから分かるんだけどさ、はい、だん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 ね、もう終わりが近づいてると実感がひしひしと感じるわけ、はい、今まで自分がやってきたことこれでいいのかとかね、やり残したことがないかとかさ、考えた時に結構ね、こうゾッとするんだよね、自分がやってきたことを振り返った時にさ。でも鈴木さんがすごい幸せそうに生きてます。いや、楽しそうにしないとやってらんないから、でいつも楽しそうにしてるんだけどさ、はい、実際には今やりたいことなくなってきたんですよ。これ彼みたいな人間にとって一番ピンチなんで、絶えず何かこう獲得することで生きてきたから、で、とりあえず今のところ、今とりあえず全部獲得したじゃないですか、はい、ね、え、まあ、映画も成功してるし、で、プロデューサーとしてもさ、東大一のプロデューサーみたいなことになってるわけだよね、はい、で、会社の信用も絶大だし、でさ、いろんなものを獲得したはずなんだけど、気がせんで見たらさ、手の中に何もないんだよね、何もないんだよ、あるのは腹だけでさ、で、それある時にそのこと言ったんだけどさ、うん、あんたその腹の中何入ってんのって、それこそエイリアンの卵なのか、その死が入ってんのかどっちかだっていうさ、とりあえず腹引っ込ませてみたら少しね、生きることの目標が出てくるかもよっていうさ、まあ、多分鈴木さんもね、そういう何らかの葛藤はあるはずだと思うんですけども、まあ、でも人間絶対あるはずじゃないですか。多分さ、あの世代ってさ、あ、勝ちきたけどさ、やっぱね、ダンカーの親父って、自分だってそうじゃん、だって違うでしょ。ダンカーの親父じゃん。ダンカーの親父ってさ、基本的にさ、仕事しか生きがいがなくてさ、結構家庭とかね、はい、自分がさ、大事にしてるものとかさ、何も考えずに生きてきたんだよね。で、やりたいこと全部やってきたから、で、周りの迷惑も考えずにさ、で、それだけ、しかもやりたいことやって、しかもなおかつある程度達成感取った時にさ、じゃあ何が残ってんだろうってさ、家庭もなければさ、何もないわけじゃん。いや、とりあえず離婚してないってだけでしょ。だから家庭、ある程度あるんだけどさ、自分がいる場所じゃない。おじさんね、離婚してんですよ。それ威張ってんのか、それ。威張ってないよ、別に。
威張ってない別に。失敗は失敗だもん。友枝ちゃん元気？元気。元気。いいよ。娘さんなんですよ。僕もだからさ、孫ができて、随分少し気持ち的に少し変わったっていうかさ。え、合ってるの？合ってるよ。あ、そうなんだ。うん、だって会ってくれっていうから会ってくれ。ちゃんと教会やって会ってるよ。おじいちゃんなんだ。おじいちゃん。ね、だからさっきね、おじいって言ってんだよね。でも、すずさん。おじいじゃなくて、おじいになったんですよ。おじさん何？引退じゃないんだね。引退ないよ。なんで引退したの？誰かに聞いたけど、何パトレーバー映画で作るの？何それ？パトレーバー、実写で。ライブアクションで。なんそんな聞いたよ。石井から聞いたの。本当？言えるわけないでしょ、そんなこと。あ、やってるんだ。わかった。そうなんだ。他にもいろいろあるんだけどさ。だから急に忙しくなったの、本当に。これは本当にね、3年間暇で暇でさ、何やなんか外国のところがお金出すとかなんか言って、それも聞いたよ。で、なんかフルネタでさ、なんか出したらそれを気に入ったとか。それはまた別の話。あ、別の話で。いや、それ以外なんでいろいろ。え、そうなんだ。3年さ、暇で暇でしょうがなかったのに、今年に入ってから急に忙しくなった。そういうことってあるんだよ。たださ、問題なのは、アニメの話一本も来ないんだよ。これが何でなんだろうってさ。いや、みんなもう。だアニメをさ、やめたと思ってるのか、アニメやらせたくない、うん。じゃあ分かった。アニメーションを引退したんだ。引退してないんだから。やるって言うんだからさ。やらせてくれなくなったのは確か。多分ね、僕と一緒にやってくれるアニメーターはね、もうあんまりいなくなった。だから石井がプロデューサーとしては最後だよね。アニメのプロデューサー。うん。で、おじさんのことをさ、ずっと支えてきたじゃん、この間。この間だって3年ぐらいだよね。その3年間ぐらい支えれば十分でしょ、それ。自分は30年支えたでしょ。ね、支えてんだよ、俺。支えてるもん。やっぱ、うん、あのプロデューサーと監督ってさ、やっぱり難しいと思う。うん、やっぱ10年くらいが限度だっていうさ説があるけど、30年もよくやってるなと思う。感心する。僕はだって石井とで10年もたなかったもん。3年で破綻しちゃったもん。石井さんの前は、まあ、石川とはずっとやってるんだけど、はい、あと実際のプロデューサーは他にもいますけど、うん、一番長く付き合ってたら、まあ、石川だろうね、やっぱ、うん、石川はほら現場のことやらないから、お話決めてくるだけで、うん、あとお金集めてくるだけで、だからせめて言えば本当にね、こうプロデューサーと仕事したっていうね意識は実はないんですよ、うんうん、石井さんとでもですか、うん、あんまない、はい、うん、スカイクローラーの時でも頑張ってたでしょ、うん、しかもそういうことにあるのかなと思ってちょっと引いてさ、うん、おばあは言わないでちょっと引いて石井の言うこと聞いてみようっていうさ、うん、っていうスタンスで組んでみたの。だからうまくいったのかもしれないけど、うん、だから随分言うこと聞いてる。うん、なるほど、そういうふうな考え方もあるのかっていうさ、いつもだったらわー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 全部潰しちゃうんだけど、そういうことしないで、うん、で喧嘩しなかったもん、うん、で終わってからだよ、ちょっと変になっちゃった、変になったってから、なんか違うかなって。やっぱりゼロゼロないんだよね、直接的にはね、うん、多分あやさんこれ見たら激怒するかもしれないけど、まあ、でも、まあ、確かにそうだよ。でも、うん、いやプロデューサーっていうのはどういう、いや、それはよく分かんないんですよ。だから僕はプロデューサーと四つに組んで仕事してきたっていう意識があんまない人間なんで、でもね、それで、まあ、興味あるって言えばあるのは、トシちゃんに対する興味ってその辺があるから、まあ、今でも付き合ってるのかもしれないんだけど、プロデューサーってさ、どういう人なんだろうってさ、何を考えてるんだろうってさ、何がやりたくてプロデューサーやってるのかっていうさ、それは興味はある。あのイノセンスの時は鈴木さんはプロデューサーはやってくれなかったんですか？宣伝プロデューサー。宣伝プロデューサー、うん、でそんでプロデューサーっていう限りに置いてくんでもいいよって話した、はい、じゃなくて映画めちゃくちゃにされちゃうからされちゃう。いや、どうせそうなのに決まってるから。あ、でも歌決めたの。歌だから彼がやったことの、まあ、2つ、ね、1つはイノセンスって名前を付けた、タイトル決めたの。あとはその主題歌、はい、主題歌ってどんなやつでしたっけ。あのなんか僕は同じに聞こえたんですけど、ゴーストでやってるのなんか英語の歌だったんですよ。あ、そうなんですか、
フォローミーっていう歌、はい、歌なんですけど、だからフォローミーっていう歌、トシちゃんの好きなジャズシーンが、そう、うん、まあ、結構だから、ね、気に入ったんですよ。いや素敵なおばさん、うん、素敵なおばさんだった一回聴いてすぐ気に入ったんです、うん、だけど本当はねそういうつもりじゃなかった。やっぱ川合君のエンディングで決めるつもりだった。うん、だから外国行ったらさ、みんなに言われたもん、なんで最後のエンディングがさ川合健じゃないんだよってさ、あの曲って海外ではめちゃくちゃ有名な曲だから、アランフェスだからさ、要はだからそれなんで今更こういう曲持ってきたのっていうさ、散々聞かれたもん。知ってる人いっぱいいたもん。向こうでは有名だもん、誰でも知ってるよ。そうなんだ。でそれだけがね、まあなんて言うんだろう、変にアンバランスだって言われたもん、なぜだって散々聞かれた。だからもしだから僕のね作った予告編があるんですよ、はい、評判良かったんですよ。あ、僕そういえば少しね一個疑問があったんですけど、あの天使の卵の大事ってあれは鈴木さんじゃないんですか。あ、違います。あ、違うんですか。最初書いたんだけどさ、はい、却下されたの。あ、却下されたか、却下したんですね。なんか記憶ないけど、でも自分ではあの頃はまだ自信なかったんだよね、はい、今はなんかこう書とかやってさ、はい、やたらね自分の文字をね世の中出したがってんだけど、そうでしょうって。で昔からやってた、昔からね自分でロゴをねなんかやりたい風だったのね。僕も一回だけやったことあるんで。え、何よ。立ち食いしれって。ああ、最初のポスターは僕が書いた書っていうか、ね、まあ、もう一度書いたんだけど、でさあれって思うんだけどさ、なぜね年取るとさみんな書をやりたがるかってね、なんとなく分かったね。あ、結構ねみんな妙な味が出るんですよ年取ると。でこれ病みつきになる、なんかいいなっていうさ、結構いけるのかなとかね、まだその気になっちゃうのね。今やったら書いてるからさ、あんなの当たり前なんだもんな、写真載せれば半分以上偶然だもん。もちろんさ書家っていうか書道家っていうのは別にいるんだけどさ、ね、これ素人が書いてるのにもう一人の味噌ってそれだけなんだよね。なんとなくねかっこよく見える。ああ、味臨書っていうのなんですよ、はい、あの臨時の臨っていう字にそれから書く。でこれ何かっていうとね、書道をやる人ってねみんな誰かの真似するんですよね、はい、でその真似をちゃんとできるようになるっていうことはね、実はその世界で尊敬されるんですよ。でそういうことで昔の人の書いた字いろいろ見ていくとね結構面白いんですよ。で分かるよ。それは僕はさ字がめちゃくちゃ汚くて、で小学生の頃全然読めないから、この子もそのうち問題になるからってさ、書道塾に2年間会話されたわけ。うーん、ね、あれね、どうしよう、そうだって何の成果もないじゃん。結局うまくならなかったんだよ。でどんな直されてもうまくならなかったの。でその先生にもサジ投げられて、で中学校入って一番困ったのはさ、英語を書き始めてね、英語がね自分でねどうも字を勝手に作っちゃう癖があって、でそれをね英語の教師に散々怒られてさ、勝手に字作るなってさ、それから大嫌いになった。だからしばらく物を書くのが嫌で、だから多分ワープロがなかったらね文章書いてないと思う。自分の文字、自分の書き文字自体が大嫌いだったから。でもね、でも個性的でいい字書くんですよ、はい、実に。ただ誰も読めないんだよね。川上さんなんかもっと読めないよ。いやいや、そんなことないです。いや、スタジオにさ一人だけ僕の文字が読める女の子いたんだよ、うん、ピエロに。そう、自分でもさ前の控えたものは読めないんだよね、うん、その女の子はね全部読めたの、うんうん、でもさすがにだからそれでまずいからって言うんで、今でもそうだけどワープロで売ってこう切り貼りしてるわけ、うん、コンテ切るときは、うん、これやってから初めてみんなのコンテの文字の部分を読んでくれるようになった。はい、それまで説明聞いてるだけで読もうとしなかったら自分でも読めないんだもん、半分ぐらいしか。だから多分その字が汚いっていうことはね、なんかもしかしたら関係あるのかなと思う時あるんだけど、うちの家族とか兄弟の中でもね僕だけだから。あ、じいさん達筆だったし。あ、そうなんだ、うんうん、じいさん大工の通りだったけどね、その達筆で昔の大工の通りだってさインテリだったからさ、ね、漢詩とか書いちゃうね、サラサラサラっと。うん、親父もね書くうまかった。あれ大工さんとか左官さんとか地位が高かった、高かった、うん、あれなんで、なんでってやっぱ教養があったからさ。うん、昔は築城術ってあったじゃん、城とか取り出とか、うん、要するに日本で有産技術者の集団だったんだよね。うん、だからそのトップって教養の塊だったの。あの頃はだから知識を貯めるっていうさ、教養以外に実用の実を貯めるっていうのは築城術やってる人間だけだったんで、その流れでさ大工の通りだったら昔はすごく地位が高かったの。
うちはさ、親父の方はみんなでもないけど、結構だからさ、職人さん、今で言う質問って1個だけでいいの？あ、また質問みたいですよ、はい、あ、よろしいですか、はい、ではまた、質問が来ております、東京都30代の男性からの質問です、はい、押井さんと、鈴木さんはこれから、一緒に仕事をする、予定などはあったりするのでしょうか。ないです。あの多分ね、役者として出てほしい。で僕受けようかどうか迷ってるんですけどね。よくわかるの。今一本考えてる。役者としては出てらっしゃいましたよね。僕ね、おしりさんに言われて結構出たんですよ、何本も。これでね、僕の自慢はね、ベネチア映画祭ってあるじゃないですか、世界の三大映画祭。あそこで赤絨毯を歩いたんですけれど、その時はね、役者として歩いたんですよ。プロデューサーじゃなかったんです。その時はたまたまジブリのキャンペーンで来てて、偶然いたんです、そこに。で一緒に歩きたいって言い出して、でも別にいいよそれでって言ったんです。仕事僕が2人で歩く予定だったんだけど、飛び入れて歩いただけ。でもこれね、世の中って恐ろしいんだよね。で、なんで恐ろしいかっていうとね、たまさかその映像を見た中国の某監督がいて、あ、聞いた出演依頼が来たんですよ。田舎の郵便入ったんです。そう、うん、これ驚いたんですよね。これでね、僕もちょっとね、自分の人生考えようかと思ってね。そしたらね、条件があったんですよ。ほんでこれ日本人でね、なんだか知らないけれど、その中国のある山の中で、要するに、鉄道のね、駅長さんをやってるっていう役でね。ただもう一つの大きな条件がね、3ヶ月拘束なんですよ。そうこれ悩んだね。でもこれね、僕押井さんに感謝してるんですよ。ありがとうございました。でも別にさ、その達成しらせんで出た時だって死体の役だからね。あのね、死体の役言いたくないけれど、カメラマンの人がいてね、俺でね、僕の芝居をね、いや鈴木さんこれはいいよって言ってすぐビデオ見せてくれて、俺だったらこのね、カッターのあれがいいななんて言ってね、使わないんだよね。あれな、やっぱり上手な芝居に対してなんかね、なんかコンプレックスなんだね。コンプレックス。そうじゃなくて、ね、カメラマンはさ、偉いプロデューサーがさ、ね、ただで出てるから、ね、ちょっと気使ったんですよ。容赦したんですよ。本当ね、いや、そう、本当そうなんだって。あのね、まあ、だからついでに言うと、もう一本来たんだよね。あるおじさんがね、保育園の園長さんっていうね。で、分からないんですけど、その映画監督、その実際にはじゃ死体役で出たわけですよね。そう、でそれで実際、あとそれ露出としては、うん、絨毯を歩いただけなわけですよね、はい、世の中の映画監督でそんないい加減に出演依頼をするもんなんですか。もう一個質問があるそうですよ。あとね、だからその、はい、別の映画でやっぱそのなんだろう、某アニメスタジオの、ね、大物プロデューサー役で出てもらったことあるの。そのまんまじゃないですか。まあ、殺し屋の映画なんだけどさ、ね、スナイパーに頭吹っ飛ばされる役なんですよ。で、某アニメスタジオのさ、大物プロデューサーが、ね、3兆円横領して、ね、はい、なんだっけな、忘れちゃった。なんだかな、とにかく、まあ、モデルはジブリなんだけどさ、で頭を見事に吹っ飛ばすためにそこだけ CG 使ったの、はい、そこだけお金も力も使って、見事に頭を吹っ飛ばしてあげるからさ、出ないって言うさ、喜んだんですごく。でそれはさ、なんていうかな、僕はね、なんとなく分かるんだけど、その当時のね、トシさんは殺されたがってたの。身体願望があったんだよね。要するにもっと言えば罰せられたいっていうさ、罰せられたい、うん、多分ね、散々悪いことやってきたから、うん、映画の中で殺されたかったんだよね。で一応さ、古い付き合いだから、ね、だから僕は映画の中で何度も殺してあげるよって、だから2回殺したんだけどさ、
一回はライフルで頭吹っ飛ばしてさ、スイカみたいに。もう一回は立ち食いそばの壁に頭叩きつけて、丼で頭かち割ってっていうさ、で血まみれドロドロになってっていうさ、それは願望だから。僕はね、子供の頃よく練習してたんですよ、僕殺される練習を。だからもう少しね、かっこよく撮ってほしいんだけれど、監督が良くないですよね。そう、死体の役もさ、本当はだから転落死体なわけだよね。検視台ぐらいに乗ってんだからさ、これ大変だったんですよ。これでね、要するに恥ずかしがっちゃってさ、違うじゃない。要するに肌色のパンツを履いてるんですよ。これでね、パンツを脱ぐか脱がないかで、おじさんはね、脱がせたかったのをね、はい、そのプロデューサーがね、それを止めたんですよ、はい、でまあしょうがないなと思って全部脱がせてさ、ね、ちゃんとあそこにさ黒い丸をさ合成してさ、ね、ちゃんと消してあげるからって一回見せてごらんで僕は全然平気だったんですよ、うん、そう。でもその時ね、うん、あのいいところをついてるなと思ったのはね、はい、あの僕をね30代の役かな、変身させたんですよ。これ感心しました。髪染めて、髭剃って、ね、ちょっとメイク入れて、多分ね、30代ぐらいの顔にできると思ったの、うん、あれびっくりした。そしたら大喜びしちゃって、写真カメラマンに撮ってもらって、それみんなに見せてもらって、今も持ってるんですけどね。あ、待てよ、あったあった。これね、これもう少しでかしようかな。見えるか。すごいですね。すごいですね。それ何年前なんですか。これ10年ぐらい前。いや、そんな経ってないよ。あ、7、8年前かな。うん、でもこれ、これで、まあ55ぐらいとかね。そんな感じですよ。もうそんな経ってないかもしれない。役の設定上はね、30過ぎぐらいみたいな。かっこいいですよね。結構ね、この男の願望を映画の中で満たしてあげてるんですよ。それはやっぱ付き合い古いからさ、よくわかるから。で、現実で書かれたくないけど、映画の中で、まあ、ちょっと付き合ってあげようっていう、もう殺しそうだけどさ。したい、したいです。でも鈴木さん、なんか違う、変身願望かなんかあるんですか。いやいやいや、僕、あのね、僕ね、あの役者はね、あんまり変身願望ないんですけどね。なんか年賀状のナレーションとかもあれも全然鈴木さんの声じゃなかったですよね。いや、したいしたいしたい。こっちの方がいいかな。これいいのかな、見せちゃって。まあいいか、素材だから。うん、そうですね。こっちでまずやってみようかな。これ死んでる時の。あの髪の毛多いのがね、おじさんなんですよ、あれ。当時まだ長髪だったから。これいい写真じゃない。あ、これいい写真。これいい写真じゃない。ね。なかなかのもんでしょ。でもこれ鈴木さんである人って基本はないですよ、ね。全然ないんだけど。全然ないですよね。鈴木さんだってわからないし。いや、なかなか大変なんですよ。いや、結構ね、ちゃんと正面、あ、これかっこいい。これね、僕好きな写真なんですよ、これ。ぜひ皆さんにもお見せしようかな。これね、撮影が終わった後の写真で。ただの貧相な写真に戻った。ろくなこと言わねえの。割とだからさ、そういう付き合いなんですよ、要するに。何や、そういう付き合い。だってそうでしょ。ちゃんと構ってあげてくれる人間いないんだよ、他に。偉すぎちゃって。そう、あの、おしりさんはこの6年間なんか、あの、空手しかやってないっていう。いや、空手しかってことないよ。他にもやってるよ。だ、空手がメインにしてきたのは確か、はい、うん、メインっていうのはもう空手が生活の中心だったわけですか。うん、毎朝起きてまずトレーニングしてから1日が始まるんですよ、はい、あと効果あるの。あるよ、あるよっていうか。本当に。いや、試してみる。え、ちょっとやってみて。何言ってんの。そういうもんじゃないんだよ。質問、これもう一つ、はい、はい、もう一つ質問を読ませていただきます。滋賀県30代の男性からの質問です。皆さんが、今年見た映画で面白かったものはありますか。私はダークナイトライジングがとても好きです、うん、という質問。映画見てないでしょ。見てるよ。何見た。今年見てね、面白かったのはね、あれ去年かな、秘密。あ、知ってる。知ってる。見た。見たね。名前だけ知ってる。あれ面白かった。うん、
それ去年じゃないか、それもしかして。いや、去年があれじゃない、あ、もう少し前か、あれ冷たい熱帯魚、あ、そのシオン面白いね。ああ、なんとなくわかる。俺好きだよ、うん、なんとなくわかる、うん、これ高倉健みたいだよね。僕ですよこれ間違いないですよこれ。映画すごいでしょ。すごい、全然わかんないですね。映画って恐ろしいんですよ。これメイクの力なんですか。いや、まあ、これメイクってだったらほとんど何もやってないですもん。髪染めただけ、髪黒くしただけですよ。そうです、ちょっとライトにしよう。まあ、映画、ね、なんだろう、この間ね、ってか先週か、ちょっとカナダ行ったんですけど、仕事 でそのカナダで、暇な時間に映画見に行ったんですよ。これ普段日本で映画館行かないんだけど、カナダで暇だったんで映画見たんですけど、これがね、フリードキン、うん、ウィリアム・フリードキンの新作、うん、もしかしたら日本でやらないのかもしれないんだけど、もうね、うん、大きな作品じゃないから。で、ある舞台劇の映画化なんですよ。キラー・ジョーっていうんだけどさ、うん、キラー・ジョーっていう、殺し屋・ジョーって、うん、でポスター見るとさ、ね、渋谷とかこう建築なんか構えてて、あ、ハードボイルドの映画かなと思ったわけ、うん、見たんですよ。なんかね、見始めて10分ぐらいでなんかちょっとこれ変だなとか思い始めて、全然やぶ知識なかったから、ただなんかめちゃくちゃ面白かった、うん、めちゃくちゃな一家の話なんですよ。フリードキンってもうだいぶ年寄りだよね。もう多分だって60いくらだ、65、6ぐらいかな。まだそんな若いの。だってデビュー早かったからね。もう70いくつかと思ってた。70いってるかな。あれ見てない、レイチェルの結婚って。見てない。これ面白いよ、うん、ぜひ。いや、フリードキンって多分ね、あのぐらいの作品がね一番いいんだと思った。とにかく面白いわ。だからね、もしかしたらね、アマゾンだったら買えるのかな。レイチェルの結婚見てよ。タイトルは知ってるけど見てない。あれ作った人、あのなんだっけ、あのハンニバルのあの前のやつ、えどうした、羊たちの沈黙の後、あの人辞めちゃったんだよね、娯楽映画作るの。あ、そうなの。そう、これでドキュメンタリーの方行って、で突然ね戻ってきたの。しかしまるで別の映画撮ってんだよ。俺全部手持ち。でただ単にね、レイチェルっていうのは主人公のお姉さんで、これでね、あの結婚式だって言って前夜帰ってくるって、こっから始まるんで、始まって、で次の日結婚式があって、みんな去っていくっていうのをね、ほとんどドキュメンタリーみたいに撮ってんの。だからさ、自分個人的な映画の趣味になるとやたら渋いんだよね、この人は。まあ、鈴木さんそうですよね、よくわかんない。僕はね、個人的に好きな映画は、だからなんて言うんだろう、やっぱその変な映画っていうかさ、だからその最近見たそのフリードキンのキラー城っていうのはね、久しぶりに変な映画だった、うん、めちゃくちゃ面白かった、うん、面白かった。おじさんまだあれ、あの人見てんの、あのなんだっけ、あのテス作ったポランスキー、うん、ポランスキーは見てる。あれも見たの、ゴーストライターとか。ゴーストライター見てないね。あれが一番新しいよね、うん、まあテレビでやってないから。いや、本当テレビで今やってたよ、この間。うち、あ、そうなの、うん、あの、もう一問だけ質問を、はい、お願いします。はい、もう一問だけ質問を読ませていただきます。この後ですね、アフタートークがございますので、おしーさんへの質問はそちらのアフタートークでも、受け付けておりますので、ぜひ、おしーさんにバーッと見てやった方がいいんじゃないたくさん来てるんでしょ。来てます。はい、はい、では、質問を読ませていただきます。栃木県30代の男性からの質問です。先日岡田敏夫さんの生放送でも、SF 小説を読めというような形で SF 小説を勧められました。最近結構 SF 小説が、話題になっているかと思います。皆さんにお聞きしたいんですけれども、おすすめの SF 小説、お好きな SF 小説、教えていただけませんでしょうか。 SF 読んでないでしょ、興味ないもんね。うん僕はね、多分今だったらなんだろうな、結構その昔から中学生からずっと SF 読んでるんだけど、まあ、最近あんまり読まなくなったけど、最近読んだ中で言ったらね最近かな、と山田正樹は全部いいと思う。山田正樹、うん、山田正樹はやっぱ全部いいと思う。まだ書いてんだ。だ、個人的に一番好きだっていう意味で言えば、うん、ミステリューかな。やっぱミステリューの
あの古いよ。古いよだから。もっと新しいやつ。新しい。山田正樹とか三ツ瀬流とか、俺だって知ってるあれだもん。最近はだって読んでないね、でもね。確かに。っていうか小説読んでないからさ、そもそも。そうさ。送られてくるさ、ね、出版社から送られてくるっていうか、いろんな作家さんがさ、その送ってくれるわけですよ、状態本つって。それを読んでるだけ。だからうちのカラトラ師匠の今野瓶っていうさ、まあ、警察小説で売れまくってる人だけど、この人の小説はほとんど読んでるんじゃないかな。だから送ってもらった方はね、一応律儀にちゃんと読むんですよ。だからそれ多分一番読んでる人はそうだと思う、うん、あとは読まないな。読んでる本の 90% までね、全部戦争の本なんで、だから小説はめったに読まないですね。戦争の本っていうのは戦記、戦記だったり、まあ、なんかですね、戦争関係の本、はい、軍事本、うん、それ歴史小説っていうことではなくて、いや歴史が好きだから、はい、だから歴史っていろんな切り口があるんだけど、僕の場合は戦争って切り口で歴史を、はい、まあ、なんて読んでるっていうか、うん、だからあんまね、もう人の創作物読みたいとかね、まあ、思わなくなったっていうか、だから古典とね、歴史関係とか戦争関係しか読んでないですね。科学解説書を昔いっぱい読んだんだけど、今それも読まなくなった。だからほとんど歴史だけですね。だから SF ちょっと思い浮かばないです、知らないし、はい。では鈴木さんはミステリー小説でも結構です。小説読む？もうね、最近新しい小説やっぱり読んでないんですよね。要するに山本周吾とか、そうでしょ。僕のおすすめはもうこれはね、もうこれをぜひ皆さんに読んでもらいたい、大菩薩道元。これずっと言ってますよね。本当に面白いから、うん、でも鈴木さんもそれ読んだのってもう何十年も前ってことですよね。いや僕読んだのはね、大学生の時なんですけどね、はい、僕実を言うと、まあこれいろんなあの本があるんだけれど、今ね青空文庫にも入ってますよ。だからね、あの すぐ読めるんでね、ぜひ読んでみてほしいですね。面白いですよ。途中からね、あの登場人物が全部被差別民なんですよ、うんうん、これ誰もやらかしてないんです、うんうん、本当に面白いから、うん、僕この間ね、夢枕幕っていう人に、うん、まあ、あることでお目にかかった時、うん、大菩薩峠の話をしたら、いや途中で挫折したっていうからね、いやちゃんと全部読んでね、で夢枕版大菩薩峠を書いてくれと。映画もだから3回か4回になってるんだけど、なってる、結構みんな途中で終わってますよね。全部終わっちゃってるんですよ、うん、そう、途中以降の映画がされてない、うん、だって感情移入がしにくい人が登場人物、主人公なんですよ。よくわかんないですね。よくわかんない。あれ知ってる、あれ何モデル誰かって、モデル、モデルいたの、いるのよ。誰、ちょっと言いづらい人、誰、宮さんじゃない。誰だからこれね、堀田芳恵が推論したの。ああ、うん、作家の誰かって。いやそうじゃない、誰もその人について触れることができない人なのよ。ああ、うん、でも読んでみようば分かるだろうって、うん、まあ後で、はい、うん、はい、ありがとうございます。はい、では、川上さんお願いします。あ、僕も最近読んでません。いやもう、いやほとんど読んでないんですね、SF。昔は読みましたけどね、完売市長兵とか好きでしたけど、うん、はい、ありがとうございます。では、質問は以上になります。この後、押井さんへの質問はアフタートークでも受け付けておりますので、はい、そちらよろしくお願いいたします。はい、あ、じゃあそういうことで一晩中やるんだ、はい、やったんよ。大変だなと思って。あんまり、そっか、じゃあこれからも作っていくんだね。もう終わってないですか。え、もう終わった、延長できます。あ、多少今延長している。あ、はい、あ、もう1時間半経ったんだ。はい、なんでワンピースだろう、ね、もらったから。東方にもらった。違う、あの原作者。次郎長三国志ってあるでしょ、牧野正弘。原作読んだ時にあれって思ったよ。似てるってこと、設定が。あ、で本人に話したら
えってことになって、そうだったって、ね、急に接近しちゃった。だからこれ一応ね、今日はイゼベルに敬意を表してる。何それ？これは豚豚。そうだ、豚だ。落合博満って人でしょ、うん、豚好きなんだよね。だから食べるのが好きなの。豚が好きなの。くれないの豚。豚肉が好きなんじゃなくて。ジブリの中で一番好きだな。動物として好きなの。いやいや、あの映画が好きだってこと。豚の映画が好きなの。くれないの豚が好き。そうそうそう。あ、やっと分かった。豚が好きだったら、とんかつが好きなのかと思うよ。じゃあ皆さん本当にどうもありがとうございました。いや待って。はい、ね。はい。何メルマガって。いやよくわかんないんだけど。おじさん大体コンピューター苦手でしょ。できないんだもん。そうなんですか。できないんだもん。いや苦手じゃないよ別に。カチャカチャできないね。でもワープロですよね。いやだっていっぱい動かってるもん。え？多分どうしたらいいもんやと思う。あでも鈴木さん結構ね。塔とかもやってますよ。やってないっていうふりをしながら結構。でも機械嫌いだよね。そうだよ。いやそのもん。いやどうせ設定全部やってもらってるに決まってんだからさ。そうでしょ。いやー、いやいや、だって結構なんかあれですよね。オーディオ機器とか設定してますよね。まずいな。え、まだ流れてんのこれ。はい。いやもういいもう閉めようよ。はい。じゃあどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。はい。